3ヶ月ぶりぐらいかな撮ってんの、ひょっとしたら。もうそうですね、あのショートとかね、 YouTube は見ますけど、オパールの部屋はめちゃくちゃ久々ですよ。2023年春バージョンお届けしたいと思います。はい、本日のミュージシャンは上地雄介、そしてゆうかちゃんも来てもらいました、なんでね、オパールの部屋を久しぶりに撮ろうかと思ったら、レア会だからですよ、超レア会。そう、まあ、あの今やうちの店ではもうあの絶滅危惧種になりそうな月1回のユースケデーが今日はね、希少価値がもう高い、価値はないけど希少なだけで、いやとても稀な、存在でございますので、上地ユースケさんに来ていただいた日に、今日はちょっとね予約もありましたんで、ゆめちゃんもじゃあ来てもらおうかなと思って、はい、2人でライブもね、お届けさせていただいた所存でございます。はい、そしてね、あのなんだかんだ言ってもユンカちゃんもこの店入って半年は経ったんですよね。もうそうですね、はい、あっという間に半年ぐらい経ちましたよ。そうなんですよ、なんやかんやで、でね、あのじわじわとユンカファンもできつつ、ありがたいですね、はい、あのそんな感じなんですけど、今日はね、そのうちのベテランユースケさんとちょっとぶつけてみようかないう回で、配信ライブもお届けさせていただきました。はい、配信ライブね、あの途中十何人の方がバーって入っていただいてたんだけど、あのずっと頭から最後まで見れてないよって方のためには、あのインスタグラムの方のインスタグラムのライブ配信だったので、アーカイブをね1週間ぐらい残しておきますので、またそちらあのオパルムーンで、ミュージックシャロンオパルムーンでぜひ検索してもらったら、はい、見れるので、はい、ぜひチェキラッチをしていただいてですね、はい、なんですけど今日どうでした？初でしょ、あのがっつり2人ライブって、あの1回あのライブハウスでライブしてるの。あ、そっかそっか、ここのお店じゃない、そうそうそう、入る前にね、そうそうそう、そうでしたね。でも久しぶりやったんちゃう、めちゃ久しぶりかな、ちゃんとやったのね、前来た時はなんかふわっと遊びで入ってくるような、はい、そう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 、はい、そうです。いやいや、でもコリーヌさんよかったね。あ、そうそう、コリーヌベイリー、合ってるよね、ベイリーです、ベイリーレイさんやね、はい、今レイベイリーさんって、いい曲ですよね。あの曲はあの私もゆうかちゃんの歌ってるのすごい好きなので、今日は生ギターでできて、そうそう、またこのギターがあるんですよ、素敵で、またまたよかった、よかった、非常によかった。でまたコリーヌのバージョンってあれアコースティックギター、あれガットギターの気がするんだけどな、とかで、いや、どうなんだろう、アコギなんかな、じゃないかな、スチールギターだと思うな、スチールの、スチールギター、あれスチール弦の、ガットギターでもない気がするんだけど、あ、そう、なんかでもいい感じで、お、まんまやんと思いながらちょっと見てたんですけどね、私。いいね、そう、ね、そう、なんかあの春っぽい、ね、春ちょっと過ぎたぐらいの初夏ぐらいの雰囲気かもしれないけれど、そうそうですね、あのミュージックビデオはね、あの自転車に乗ってこう、まさに、あ、やっぱそういう曲なんだ、そう、そういう感じです、はい、そうそう、ちょっとずつね、暖かくなってきましたし ね本当に、そうですね、春らしくなってきて、いい感じでございましたよ、とてもね、あのアーカイブの方を見てもらったら、あとまた切り抜きでね、抜いて出そうかなと思ってるんですけど、はい、なんかでもまあ、あのこう先輩ってやるってどんな感じです、ゆんかちゃんからしたら。いや、もう私はもう先輩とかある感じ、もうずっとずっとそれ多い無能チームかもですよ、もうお名前だけはよくあの昔からお聞きしてましたけども、こうしてね、その一度ねライブご一緒させていただきましたけども、なんせね、もうそのね、こうしてギターも弾きありますけど、歌ももちろん歌ははるので、この歌心とギター心がもうこの、この入る感じです、ね、ハーモニーなわけね。なんかこう歌ってらっしゃる方のギターやなっていう感じが、あ、それはでも分かる気がする、めちゃめちゃ感じられます。ついね、先週だったかな、先週も誰かとそんな話したんだよね、うち あのミュージシャンとね、あのピアノだけ上手な人っていっぱいいるじゃないですか、はいはい、で歌も上手な人もいっぱいいるけれど、弾き語りをするのはやっぱ難しいよねみたいな話と、はい、あとあのピアノでも伴奏がもうプロってる人っているじゃないですか、はい、あの俺クラシックピアノ全然無理なんですけど、でもピアノの伴奏すごいみたいな、なんかそういうのってやっぱ一緒に歌ってくれてるからだよねみたいな話を選手誰かとしたな、ユンカとしたっけかな、違うな、私ではないです
それはさすがに思いついたらあーってなるんですよ。なるほどやな。そう、たまにね、うちのミュージシャン同士でね、音楽の音楽談義が始まったりした時、そんな話するんですけど、でゆうすけさんどうでした、久しぶりのゆうかちゃんの、まあ、ちょっと伴奏みたいな感じでしたけれど、まあね、初めこう譜面初見でね、もうギタリストじゃないからそんな余裕で弾けるもんじゃないけどでもできるだけゆうかちゃん歌を聴きながら歌弾きたいから、でもなんか気持ちよかったなぁ、ね、いい感じでございますよ。歌の上からとかじゃなくて、ただ純粋にあのただ見てるという感じですよ。本当にあの気持ちよかったなと。でもゆうすけさんは上からとかっていう感覚はあの本当にないと思います、この方あのここはガチ先輩後輩なんですけど、あの18、19の時からのね。でももうなんかあのゆうすけさんってどんな人って聞かれたら、ゆうすけさんはゆうすけさんっていう感じだもんね。いや難しいね、表すの。ゆうすけさんはゆうすけさんな感じのキャラクターでございますので。でもいい回でございました ね、 ね、本当に。はい、電車の中で見ながら帰るかな。おね、いいですね。ね、あ、見れますよ。はい、皆さん見れますよ。あのもう今絶賛大公開中ですから。ちょっとあの頭の方はあの二人がシュークリームをハムハムしてる感じの、あれも太ってたよね。はい、はい、そこからスタートしてるの で、 で、ね、はい、ライブスタートじゃないので、そこの部分はすっ飛ばしてもらっても構わないので、はい、ちょっと頭5分ぐらいちょっと無駄を出してますんで。ヨガちゃんでまたオリジナルがいいですよ。あ、そうね、私もヨガちゃんのオリジナルですけど。嬉しい、そんなオリジナル。いやいや、めっちゃ覚えてるもんね、ほんまに。ほんまにほんまに。いや、でまたヨガのオリジナルの、あの楽曲ってさ、うちら世代あうじゃん。昔どんどんだから。ドンピでもここで歌ったやん、オリジナル。たまに。たまにオケをね、あのね。オケの時にオリジナルをっていう時に曲を、ね、歌わせていただいたことはありますけども。なるほどなるほど。そうですそうです、ね。また新しいアルバム作るんですよね。そうですよ、今年はまたね、2023年バージョンで新しいアルバムを制作していく所存でございますので。はい、皆さん、はい、チェキラッチョでお願いします。チェキラッチョで。はい、次回発売の予定。いや、もう完成が多分ね、秋口とかになると思うので。今ちょうどね、プロジェクトが進み出したところなので、はい、逆に聞いてみたらどんな曲を聴きたいとか。ねえ。ね。ユンカのこういう曲聴きたいとか。いやいや、本当にめちゃめちゃ本当にあるこんなん言い出したらすごい長くなりそうなんであれですけど、うん、そのね、ファーストアルバム、セカンドアルバムがあって、うんうん、ファーストはそれこそその90年代とかによったちょっとリバイバル的なイメージがあったりとかして、うんうん、で、セカンドの去年出したのは、まあ、ちょっと2000年っぽい新しい音色とかも入れつつやったわけですよ、うんうん、でそれこそ今回どうしようかみたいなので、今さっき言ってましたフライデーナイトプラン、うん、ああいうちょっとこうね、アウバンな感じを入れたいなと、いい、ね、ほら、こんなん言い出したらめっちゃ長くなる。めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。さっきのね、あのフライデーナイトプランが何か分からない方は、配信ライブの中を見ていただいたら、そちらの方であの話題が出てきておりますので。はい、まあじゃあ今からまだ未知数なわけやね。まあ、そうですね。じゃあ皆さん、あの今年の秋にかけてぜひゆんかちゃんの新しいアルバムは待っていただいてですね、うん、そして、うちのお店はですね、3月久しぶりに、3月末、うん、来週1週間ですよ。そうか、来週から3年ぶりですよ、桜祭り。祭りよね、イエイ、うんうん、祭りだ祭りだ祭りだ祭りできなかった3年間も。あげろその通りだけどねそうそう、あの桜祭りという名前でですね、あのうちの、まあ、コロナになってから出てもらってないんだけど、コロナ前は出てもらってたあのサックスの梶田君だったりとか、はいはい、平岡貴則君もね、ちょっと最近あの来てもらってなかったので、久しぶりに来ていただいて、毎日日替わりでですね、で、うん、あの金曜日にはあの偉大なるジェフニー先生と、ね、ゆうかちゃんと、はい、出演いたしますんで、岡殿がねピアノを弾いてくれますんで、はいはい、またそういう形でね、お届けできたらと思います。ちょっとね、イベントの間は配信は無理かな、ちょっと配信は無理な気がするんですよ、ちょっとね、お客様の具合があるので、まあでもあの途中ちょこっとシーンを撮ってですね、 YouTube の方はショートをずっと毎日出させていただいてますので、そのショートの方には出したいなと思ったら職場でございます、はい、ですので、ぜひまたそちらの方も楽しみにしていただいて、 YouTube チャンネルもちま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 増えて120人行きました、ね、すごいですよ ね、 ね、最
最初本当に全然ね、なんか弱小チャンネルだったんだけど、まだ小さいですけどね、200人でもありがとうございます。はい、ということでそんな感じで3月も終わりでございます。もうすぐね、では最後の締めの言葉をどうぞ。いやいや、私は毎日いるからやっぱレアキャラの、レアキャラ天然記念物、俺めっちゃ苦手やで、そういうのめっちゃ苦手やで。天然記念物のゆうすけさんのワンフレーズで終わりました。超苦手やで、はい、こっちだからいけるでしょ、はい、ゆうすけさん、ゆうすけピアーのワンフレーズで終わっていただいて、笑ってんねー、コミネーション立てな。I believe I can fly、test the sky, think about it every night and day, spread my wings and fly away, I believe I can soar, see me running through the open door, I believe I can fly, I believe I can fly, I believe I can fly。難しいな、2人で一瞬上一緒にハモったってなったから下ハモろうかなと思ったけど下まんま低かった。フライ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 これがね、最近ずっとパールの部屋をしてなかったらこういうことになるんですよ。また、はい、修行させていただきたいと思います。ということで本日はこの辺で皆様おやすみなさーい。